どうもバンです、そうしましたらね、今日も海底ケーブル工事、海底ケーブル撤去工事ですねの方をやっていきます。ね、水草がねここねだいぶ流れ着いてますね。あの辺も流木とか、あとそれから、ヨシのね、枯れ草とかがねガンガン流れ着いてきてますね。結構波でしけたんかな。このトラロープですね、これもちょっと倒壊してるんで、ちょっとこの辺のね、対応もやっていかんとあかんですけども、とりあえず海底ケーブルの撤去を始めたんで、今日はその続きをね、この辺ですねからやっていこうというふうに思いますね。とりあえずビデオスタートです。はい、どうもです。ね、ちょっとやりかけたんですけども、海底ケーブルどころではないちょっとね、ことも発生してきてるような感じもするんで、ちょっと解説していきます。ね、浜掛けしてますね、ここ大きく浜掛けしました。こちらですよ、こちら大きく浜掛けして、中から、ゴミですね、鉄筋のようなものも、むき出しになってきてますね。これ非常に良くないですね。ねえ、これ見てください、これほら浜掛けしている中から鉄筋が、錆びた鉄筋が浮き出てきている。とりあえずまずは水草を除去するところぐらいから、っていうふうに考えて、あの辺もそうですね、ちょっとそっちの作業をまず優先しましょうかね。とりあえず作業を引き続きやっていきます。ちゃんとこれ写真撮っとかなあかんね、これね。ほらこんな感じですね。はい、どうもです。とりあえず切りのいいところまでね、水草あげましたけれども、
結構ね、川床がね、えぐれてたんですよ。で、ここの下なんですけども、土砂がやっぱ流出してて、やっぱ傾斜がね、急すぎるっていうのがダメでしたね。なので、そっから、そのコーナーのとこから、ここをちょっとやり直します。一番下がえぐれてるんでね。で、一番下に、もっともっと大きい石がね、この辺にあるんで、これを入れて、で、特にコーナー部分なんでね、ぎっちりと、土台を、基礎を固めようと思います。で、場合によっちゃ、これ、もうやめるかもしれないですね。もうここ塞いで、で、ここでぐるっとやった方が、ここにやっぱり、階段登るとこあるのがね、よろしくないですね。ここでやったらどうしても、浜掛けが起こるんで、っていうふうに思いました。ちょっと、設計変更をちょっと届けするか、来年度、4月以降の、新規の事業にするかはちょっと考えるといったところですね。本日以上です。ではでは。